こんにちは。今日はですね、ちょっとこう息苦しいなとか、あとは姿勢が悪くなっててなんとか姿勢を良くしたいとか、あとは体が硬くて柔軟性がないのをなんとかしたいっていう方におすすめの体操を紹介したいと思います。まずですね、こういうふうに、手をついて、で足もついて四つん這いになってください。でこの時に大事なのは、手足を幅を開きすぎないということと、あとは足をちゃんとこう立ててあげるっていうことが大事になってきます。でまずこの状態で息を吐きながら体を伸ばすというか丸めて、で頭を下げます。そして息を吐く、まずは息を吐きながらこの状態まで持ってきます。で次に、息を普通に吸いながらまっすぐの状態に戻して、でまた今度は吐きながら肩をこうグッと上げるようにして、腰を反らして上を向きます。でこの時も息を吐くようにします。で息を吐き終わったらまた元に戻してください。でこれをこの動きとまっすぐに戻して、この動きっていうのを3回ずつします。でこういうふうな動きをすることで、さっき言った3つですね、体が硬い、息がしにくい、姿勢が悪いっていうのを解消することができます。でどうしてですねこの動きで解消できるのかというと、まずはその呼吸をすることによって、この肋骨に動きが出やすくなるということと、呼吸と同時にこの背骨をこうしなやかにさせることによって可動性が生まれるので、そういうふうなことによってさっきのその3つが改善されますんで、ぜひちょっと体が硬いなとか、ちょっと息がしづらいとか、あとは姿勢が悪くなってるなっていうふうに自分で感じられる方はぜひ試してみてください。以上です。